コイロスは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体。コマルカデベタンソスに属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は1771人で、ある。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は98.05%。コイロスは、アコルーニャ県の北東部に位置し、コマルカデベタンソスに属する。北は、パデルネとイリショアと。 東から南にかけては、アランガと、南から西にかけてはオサ、ドスリオスと、北西は、ベタンソスと隣接している。コイロスは、ベタンソス司法管轄区に属す。自治体首長は、ガリシア国民党のフランシスコ・キンテイラ・レケーホ、自治体評議員は、ガリシア国民党、7、ガリシア民族主義ブロック、1となっている。 コイロスは6の教区に分けられている。ありがとうございます。